おはようございます。大人水族館のしゅんです。今回は我が家で収集しておりますポケモンのリアルなフィギュアシリーズモンコレ紹介動画なんですが、本日ピックアップするポケモンはですね、廃盤のポケモンフィギュアとなっておりまして、発売されていた当時は ESP シリーズとして出ていたポケモンフィギュアになります。でこの ESP っていうのがですね、このサイズ感が現行品のモンコレにはない、大きさのフィギュアとなっておりまして、そこら辺もねちょっと興味深いんで、細かくね紹介していきたいなと思いますけれどもね、図鑑ナンバー0801のあのポケモンです。前回のサンドサンドパンのね紹介動画同様ですね、人工芝の上でもって、紹介していきたいなと思います。本日の主役はこちら、じゃじゃじゃん、図鑑ナンバー0801マギアナです。かわいいですね。分類が人造ポケモン、タイプは鋼フェアリーとなっておりまして、高さが 1.0m、 重さが 80.5kg のポケモンです。500年以上前に作られたと言われている人造ポケモンで、人の言葉を理解することができるんですが、喋ることはできません。機械仕掛けのこの体はただの器で、ソウルハートと呼ばれる人造の魂が本体です。でこちらのモンコレフィギュアは、モンコレエクストラ、モンコレ EX 機のものになりまして、現在のあのモンコレシリーズっていうのは、2019年11月から始まっており、そこからね小さいサイズは MS シリーズ、大きいモンコレは ML シリーズとして発売がね始まって、2024年現在も続いているんですが、それの前はですねモンコレ EX、 モンコレエクストラと呼ばれる、名前でモンコレフィギュアが発売されていた、時期があって、このマギアナはですね ESP の10番として、当時税抜き800円という価格帯で、当時売られておりました。いわゆるですねこの ESP っていうのは、今はないんですがスーパーサイズとかっていう風にね呼ばれるサイズ感なんですね。現 MS よりもですね一回り大きいサイズ感の、フィギュアとなっておりまして、比べるとですね、はい、こちら、MS のピカチュウ、現行品、今売られている現行品のマット加工のピカチュウではないんですけれどもね、韓国版のモンコレピカチュウなんですが、とかく今売られている、現行品のピカチュウと同じような感じです。サイズもねポージングもね、こう比べてみるとですね、ポケモンによって、MS モンコレでもサイズ差っていうのはあったりするんですが、そのちょっとしたサイズ差というよりもそもそもフィギュアがねでかいのがわかると思います。でこのね一回り大きいねサイズ感はスーパーサイズとかっていう風に言われてたりするわけです。2019年の11月よりねモンコレがこう生まれ変わってからこのスーパーサイズはなくなってしまったんですよね。現行品の中でですねスーパーサイズを彷彿とさせるフィギュアっていうのは個人的にありまして、ちょっと紹介したいんですけれども、このマギアナちなみに台座が本当はついてるみたいです。ただ自分ちょっとフリマサイトで購入したんですが、台座がついてない状態で届きました。ちゃんとね商品説明欄読まなきゃダメですね。はい、立つかな、人工芝の上だと立つね。はい、今売られているねフィギュアの中でね、これは当時のスーパーサイズだなっていう風に思った、フィギュアがこちら、はい、じゃじゃじゃんと、はい、パラドックスポケモンとして出ております鉄のイバラ、通常の MS よりもね高くて大きいっていうね。でもこうパラドックスポケモン全体が MS660 円と比べて、990円と高いので、大きいかと思いきや、他のですね、トドロク付きだったりとか、はい、じゃじゃじゃん、あとはうねる水面っていうのもねパラドックスポケモンで、出ているんですが、こちらの2体は MS シリーズとね変わりないような大きさとなっておりまして、このね鉄のイバラだけでかいんですよね。これは謎です。話がちょっと脱線しておりますが、脱線ついでに我が家のねスーパーサイズの、モンコレフィギュアこんなのあるよというのをね一部紹介したいんですが、はい、メガギャラドスでかいですね、かっこいいですね、もうたまりませんよ。はい、メガギャラドスとかメガ電流とかね、はい、いますよ、いっぱいいますよ。メガライボルトでもってメガバシャーノ、
白いね、色違いのメガゲンガーなんていうフィギュアもうちにあります。これ最高ですね。かなり高かったんですけどもね、買っちゃったんですよね。もうね、これ絶対欲しくて買おうと思ってね、探して買いました。今紹介してお分かりの通りですね、このスーパーサイズっていうのはメガ進化ポケモンが多くラインナップされていたんですね、当時ね。現行品の中でもメガ進化ポケモンっていうのはね、ラインナップされているんですが、 MS660 円小さめのフィギュアとして今出てるんですよ。一回り大きいね、スーパーサイズっていうのはもう廃止されてしまってると、復活してほしいなと個人的には強く思うところです。話をマギアナに戻しまして、こちらのマギアナですね、ゲームにおいてはポケモンホームで全国図鑑を完成させることで、スマホ版ポケモンホームのプレゼントボックスで、500年前の姿のマギアナをもらえるようです。500年前の姿っていうのはこの、見た目じゃなくてですね、まあ、形は一緒なんですけれども色合いが違うんですよね。この耳とかこのスカート部分っていうんですか、まあ、ここが赤くてボディが黄色かったりとかして、まあ、いわゆる色違いというような感じのマギアナ、色違いのね、500年前の姿のマギアナもフィギュアで欲しいところですけど、アニポケにおいてはサンムーン期に登場しまして、まあ、機能が停止した状態で骨董品屋さんかなんかで売られていた、ものをですね、モーンが、まあ、リーリーへのプレゼントとして購入してっていうような形で登場しました。サンムーン編の116話、リーリーへと秘密の飛行姫っていうような話をね、ぜひ見ていただければわかるかなと思うんですけれども、また映画でもですね、このマギアナフューチャーされた作品ありまして、まあ、2016年公開の映画ポケモンザムービー XY&Z ボルケニオンと、まあ、気候のマギアナっていうね、ポケモン映画でがっつり出てきますね。まさにね、今回ちょっと触れましたけれども、触れたというかちょっと登場しましたけど、この白いメガゲンガっていうのはそのマギアナの映画で出てくるんですよ。それで見てね、出てきてるのを見て欲しくなったというような感じのフィギュアですね、この白いゲンガね。というわけで今回は、マギアナのフィギュア、もうレアだと思いますよ。こちらももうね、新品では絶対買えませんから、まあ、とかくそこまで高騰してるフィギュアではないのかなと思いますが、未開封品の状態とかであればものすごい値がつくと思いますね。今後もモンコレ EX 機のね、フィギュア欲しいものたくさんありますんで、アローラ地方のリージョンフォームのポケモンとかがね、フィギュア化されてる時期にも当たるんですけれども、買えるタイミングで欲しいフィギュアと出会ったらですね、どんどん仲間入りさせていきたいと思っております。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。登場させるの忘れておりましたけれどもね、ボルケニオンも打ちますよ、これね。おっこいしょと。かっこいいでしょ。